このところこの時期らしい寒さの日続いていますがこの先は比較的気温が高くなりそうなんです週間天気予報を見ていくと九州や四国地方は日中の気温17度だったり18度近くまで上がる日が続きそうなんですそして中国地方から関東地方にかけても予想最高気温は16度から17度前後この時期はだいたい 最高気温は13度前後のところが多いですから、それと比べると比較的暖かい冬が続きそうなんです。ただ、この暖かさはそこまで続かなそうなんです。昨日発表された気象庁の1ヶ月予報によりますと、12月11日、12月の上旬ですね。この上旬にかけては全国的に気温が高い傾向と発表していますが、 12月半ばになると、北日本を中心に気温がぐっと低くなり、東日本から西日本にかけてもこの時期らしい寒さとなりそうなんです。そして12月下旬から年明けにかけては、全国的にこの時期らしい寒さとなりそうです。さあこの先、暖かくても12月半ば頃からはぐっと冷え込み強くなりそうです。体調管理しっかりとお願いします。そして、 年明けにかけてのお天気の傾向を見ていきましょう。だいたい冬らしい天気の日が多くなりそうです。日本海側の地域では雨や雪のところが多くなりそうです。一方で太平洋側の地域では晴れる日が多くなる傾向となっています。あくまで傾向ですが参考にしてみてください。